どうも、カナヤンです。おしまくす、セギです。お願いします。まあ、ちょっと撮る場所がなくて、撮る場所の時間がなくてですね、とある施設の中の一角隅でちょっと撮らせていただいてるんですけれどもね。はい、はい。まあ、いろいろ頑張ってますけれども、頑張ってますけど、はい。まあ、大変なことも多い世の中でございますけれども、なんかそんなあれですか、情勢的に大変なことありましたっけ。まあ、大変なこと、まあ、いろいろありますけれども、はい、はい。どうでしたね。どうでしたっけ。どうでしたっけどうでしたっけ。まあ、そうですね、うん。まあ、先週、はい、なんとですね、うん、会員制の焼肉を食べてきました。会員制の焼肉、会員制の紹介制、うん、はいはい、一元さんお断りで、うん、もうその紹介じゃないと入れないと。ほう。なんとですね、うん、初めて、初めて、人生で初めて、ね。うん、でもう地図も載ってないですよネットにも。マジなやつを連れていただきまして、それ なぜかって、うん、だからそのめちゃくちゃ今インフル流行ってるじゃないですか、うん。僕のその大学の先輩が当日にインフル2人になっちゃって、うん、あと2人いないと、うん、どうしても来てくれと、うん、会員制の焼肉なんだけど、うん、まあ行くじゃないですか、うん、行って、うん、その焼肉で一番美味しかったのが、はいはい、林ライスでした。あ、そうなんだ。林ライス食べまくって、会員制の焼肉の林ライスが死ぬほどうまくて、うん、ゲロ吐いて帰ってきました。ゲロ吐いて帰りました。食べすぎて。あ、そういうこと。林ライスを、ね、林ライス大小学生みたいな、大中小食べてますよ。5いって最後の章とどめ刺しにいってるやん。5杯で最後に締めの冷麺来たの、うん、限界で。ちょっとトイレ行ってきますって、マジ何すもう知らぬ顔で先輩の前で、うん、あっ、本当美味しいっす、めっちゃ一回トイレ行ってきますって言って、バカじゃん。もう死ぬほど高い海鮮焼肉を吐いて帰る、うん、意味わかんないし、まず林レース5個って焼肉でしょ、だって俺やっぱさ、昔からやっちゃう、そのバイキングとかでもさ、わかる、もう最初にもうたくさんこういっちゃってバランスよく食べれないみたいな、いけるよ、いけるいけるって、いけるいける、最初のお腹すき声が永遠に続くと思ってるからね。あれ永遠じゃないんだよね、大体1杯目でもなんか、うん、あっ、まあ、うまいかもってなるっていうのはもう世の常ですけど、そこをもう29歳男性、うん、渡辺正義、うん、大中大、あ、中小、大中小、うん、限界でしたね、もうやっぱ若くないんだと、うん、あと若くても無理だと、若くても無理だ、うん、っていうのがあって、まあでも本当に次の予約が4月まで取れませんみたいな、今11月じゃないですか、すっごいと思って。え、埋まってるのじゃん。埋まってる、満席、満席なんだ。そうで、だからその当日キャンセルとかあると、うん、もうやられるんだって、もう二度と予約できないみたいな。あ、そういうこと。で、系列だから、うん、全部のそのなんていうの、データベース上にも多分そういう、なんていうのかな、何点もあんだ。なんかそういうシリーズの焼肉で、全部会員制なんだけど、うん、があって、だからどうしても来てくれっつって、うん、普通に行ったらただ飯だったって、その、あ、ごちそうしてもらって、いくらしたかとかは分かんない、分かんない、ただ相当高い、相当高いんだ。え、っていう、肉はどうなの。ばっかうまい、肉も、あ、肉もやっぱ、肉もうまいんだけど、うん、それよりもやっぱ林ライスがうまかった。もう俺の記憶に林ライスしか残ってない。林ライスはね、うまいのよ、大体どこでも。え、と思うじゃん。マジでうまい。そう、比べて、林ライスと比べてうまいというか。うん、流星の絆でさ、ニノの実家がカレー屋だったじゃん、うんうん、覚えてる。ちょっと流星の絆見たことない。見てないか、じゃあなしで、この話。それで、流星の絆って、うん、ニノと錦戸亮君と戸田恵梨香ちゃんが3人兄弟で、もともとカレー屋さんなのね、親が。で、親が殺されちゃうの、うん、で、そのカレー屋は潰れて、はい、でっていう話で、うん、で、親の復讐をするぞみたいな話なんだけど、うん、そのカレーがめちゃくちゃうまいっていう設定なの、うん、で、結局犯人はそのカレー屋のレシピを盗んで、おみたいな、みたいな、すごいね、盗んだ、犯人じゃなかったから、うん、でも盗まれたりとかして、で、その味が全国展開して、ビッグチェーン店になって、大人気のカレー店になるみたいな。あ、それがココイチってこと。ココイチみたいな話だけど、うん、まあでもそんな感じの話で、多分、流星の絆カレーもあれぐらいうまいんだなと思う。なるほど。レシピ盗みたくなるぐらい、盗みたくぐらいなるぐらい、本当にうまかった。自信持ってんの、その
お店はさ、うちのハヤシライスうまいですよって言ってるの。いや、ハヤシライスうまいですよって言ってる。ハヤシライスおかわり自由なんだよっていうスタンスも。あ、すごっ。そう、白米おかわり自由は聞くじゃん、ハヤシライスおかわり自由なんだよって言ってくるの、一発目に。会員制でね。そう、ハヤシライスおかわり自由なんでって。すごくない？一発目で。一発目で。他に説明することあるし。いや、本当にめちゃくちゃ美味しかったと思う。それが、そうだね、一番の思い出かも、先週は。まあまあ、いいよね。うん、会員制ってやっぱじゃあ儲かってるから会員制なんだね。いや、すごいと思うよ。だ、最初のうちはどうマーケティングしてるのか知らんけど。いや、すごいよね。そう、始まり何なんだって、その鶏が先か卵が先か的になるじゃんって。会員が先かお店が先かみたいなさ、絶対にお店なんだけど。絶対にお店だけど、これ会員制よ。ここに焼肉屋作ってくださいで会員制始まるわけないんだから、うん、絶対に焼肉屋だけど。でもやっぱそういうことがあったんですね。でも確かになんか、うん、次の予約4月ですけど取りますかって言われると取んなきゃって思うよね。でもその4月のその日にカレー食い、焼肉か焼肉食いたいかどうかなんて分かんないんだけどね。そうなんだよね、まあ、突然変な予定も入ったりするしさ。そうそうそう、だけどそれやっちゃうともう、ごめんなさい、もう二度とチェーン店だから、はい、他の店に逃げることもできないと。まあそしたら牛角食うか。あれもうまいからね、結局。牛角はうまいな。僕らめちゃくちゃ牛角とね、あそこ好きだからね。アンガンもいいし、で牛角のね、何が一番うまいかっていうと、これはね、ハッシュドポテトなんです。ああ、俺はね、焼肉タレご飯なんや。ご飯で、ね、ご飯、タレご飯、あれはうまい。あれはうまいよな。うまい、あのカルビ用のね、さ、カルビ用のりが乗ってるみたいな、ね、あれ抜群だよ。うまい、あれ考えたら天才だと思う、本当に、うん、マジでハッシュドポテトはね、本当にこの世のハッシュドポテトで一番うまいというかね、たまにない店があるっていうところもね、ちょっと味噌なんだ、レアな感じがあっていいんですよ。それで言うとポテトつながりなんだけど、はい、うん、マッシュポテトって分かる？え、だからそれハッシュドポテトじゃない？マッシュポテト、なんかさ、こう、なんていうの、こうハッシュドポテトってさ、まあこう、なんていうの、揚げてあるんですよ、うん、マッシュポテトは揚げてないの、その、なんていうの、ふわふわしてるやつさ、ポテトサラダみたいな、ポテトサラダみたいなやつ、ポテトの部分みたいな、ね、マッシュポテト、うん、あれ、この前、その四千頭身のさ、石橋さんに言ってたね、飯ね、ステーキ連れてってもらったじゃん、うん、そのステーキハウスのお店のステーキはもちろん美味しいんだけど、うん、一番何が美味しいかってマッシュポテトの。もうふわふわのね、ふわふわのマッシュポテトに。あ、今分かったわ、ステーキに乗ってる、分かるでしょ、分かる、味付けて、うん、はい、サワークリーム、なんかニンニククリームみたいなのがあるんだけど、うん、食べ、抜群だった。うまいんですよ、石橋さんも言ってて、ここのマッシュポテトマジうまいです。なんかお店ってそうだよね、なんか意外とそれじゃないものが、それじゃないものもね、美味しいというね。ハヤシライスとか、本当ぜひ行ってほしい。ハッシュドポテト、マッシュポテトとか、そこら辺が一番美味しいんですよね。あとマッシュ&コーとかね。マッシュ&コーは大原さくら子のあれね、映画の時のユニットね、はい、トゥモローネバーノーズ歌ってるね。本当マッシュのカット、ね、頭してた時の大原さくら子ね、ちょっと俺の元カノに似てるやつね。もうやめろって、大原さくら子元々カノね、元カノ、そんな、そんな細かくない。いや、俺は全部覚えてるから、ね、そんなこともあるです。いや、僕のすみません、食エピソードでした。いや、行きたい。最近うまいもん食べた、なんか。いや、あなたさ、そのプリキュアにさ、うん、なんか7、8千ぐらい使ってさ、で、今のとこあれの収益が50円って6千使って50円返ってきます。長い目で見たら、でも、うん、まあいい、まあまあ、その、まあまあ先行投資ということで、うん、びっくりした。だってあんだけさ、なんか夕飯とか今最近ダイエットしてるからさ、うん、もうコンビニの200円のサラダとかさ、うん、食べてる人がプリキュアにあんだけ使うんだってびっくりしたもんね、うん、ちょっと。で、逆よ、使わないから回せると。あ、うん、もう食じゃなくて、食じゃなくてプリキュア回すことによって、うん、で、あとまあ見て思ったけど、うん、まあ爆買いとかって書いてあったよ、うん、さもね、爆買いではないよね。もっと多分 YouTube の動画にするならもっと買うよね。100万使ってみたとかもな。7、8000円でちょっと、あれは確かに50円しか返ってこないよなっていうことはね。確かにね、まあ、29のその、うん、本当にこう、この人が買ってるって思ったら爆買いなんだけどね。そう、俺の中では爆買い、そう、爆買いなんだけど、だけど、まあ、世間的に見たら爆買いでもなんでもない。 YouTube というもので言うとね、うん、グッズをちょっと購入してる男性だった、あれは。商品紹介動画だもんね。それはそう、 50円しか返ってこないよなっていうのを思いまして、はい、まあ、あとはね、あと、そうですね、もう一個だけ、うん、ですか、本当大変申し訳ないんですけども、下克上球児の考察が、うん、今3話分滞納しております。大変申し訳ございません。本当にこれはちょっと
土下座した方がいいかもしれない。そうです、本当に大変申し訳ございません、うん、でも楽しみにされている方もたくさんいらっしゃる中、本当に申し訳ございません。ちょっと今あの考察がですね、ちょっといろいろまあちょっとまあ本当にいろんな事情で、うん、ちょっとまあいろんなところからお声とかあったりとかでちょっと考察できない状況に、追い込まれておりまして、ちょっとすみません、ちょっと考察をしてないんですか、それとも考察がもう入り組みすぎてちょっと時間かかっちゃってる、ちょっとそのなんていうんですかね、うん、こういやもう結構確信ついちゃってるみたいで考察が、うん、あそういうこと、ちょっとそのあんまり、あっていうのなんか声もちょっと直接会ったりとか、原案者からもうちょっと当たっちゃってるからみたいな、ちょっと申し訳ないけど連絡も入ってる、そう作品変えなきゃいけないかもしれない、このままだと俺の考察のせいで下剋上球児が打ち切りになる可能性がある、そんなことあるの、ちょっとそういったねちょっと危機感もちょっとあり、うん、その犯人も誰だ的なやつじゃないからな、本当にちょっとあのサスペンスの、まあ、あのメイドラマの中でいろいろ僕がちょっとやっちゃってますけども、うん、違いますけどね、ノンフィクション系のドラマですけど、まあフィクションですけどね、めちゃくちゃサスペンスじゃなかったですね、サスペンスじゃないです、こちらの人である、うん、あそこの一応なんか現実にあった話を元にして作ってるドラマですよ、ちょっとあと人死んでないし、ね、サスペンス、サスペンスなら人まだ死んでないです、これからかもしれない、申し訳ないけど遅すぎるから、なんかほぼ最終回で人死んですぐ解決しちゃうんでなっちゃうからそんなに良くないですから、でも本当にでも楽しみにされてる方もたくさんいらっしゃると思う、うん、本当に申し訳ございません、